んにちは、バーバです。今日はこの剣の作り方をご紹介します。折り紙1枚で作れるかっこいい剣です。では早速作っていきましょう。今回使う折り紙は15センチ四方の折り紙が1枚です。まず色の面を上に置いた状態で、縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけていきます。次はこのような向きで置いて、次は三角形に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。次は右の角と左の角をそれぞれ中心に合わせて折ります。裏返してこのように白の面を上に出しておきます。右の縁と左の縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせて折ります。そしてこのように縁を中心に合わせてくると角が出てきますが、この角は折らずにそのまま出した状態で折っておきます。こちらも同じように折ります。次は飛び出ている右と左の角を中心に合わせております。次は下の角をここの角に合わせて折り上げてきます。下の角がここにぴったり合うようにこのように折ります。そして下の縁から少し上のところで今折った部分を下にこのように折り返してきますが、この折る位置ですが、だいたい今つけたここの折り筋とここに入っている真ん中に入っている横の折り筋のだいたい半分ぐらい、この折り筋と折り筋の間の半分ぐらいの位置のところで位置で折り返すようにします。このように折り上げて、そしてさらに折り下げてきます。そうするとこのようにだんだんに折れている感じです。次はこの下の角、この角の位置からこのような斜めの線、だいたいこの
白と色の境ぐらいになりますが、そことここの下の角を結ぶ斜めの線で、この角を下にこのように折り下げます。折り下げた時にちょうど90度になるようにまっすぐ折り下げてくる感じになります。こちらも同じようにこの下の角のところとだいたいこの色と白の境の角を結ぶ線で角を下に折り下げます。折り下げた時にだいたい90度に折り下がっていると大丈夫です。しっかり折り筋をつけたら今折った角を開きます。そして今つけた折り筋の上のここの角からまっすぐこのようなまっすぐの線でこの中心の折り筋と平行になっている線です。このようなまっすぐの線で外側の縁を中心に向けて折ります。そうするとこの角が自然とこのように浮いてくるので折り目通りに三角形にこのように自然に広がるように折ってちょうど縁は中心に合うような感じにこのように折れてきます。こちらも同じようにちょうどこの折り筋の上の角からこのようなまっすぐの線で外側の縁を内側に折ってきて、そうするとこの部分は自然と三角形に広がってで、このように縁がちょうど中心に来るぐらいで折れてきます。次はここの角と角を結ぶこの線で下の角を上に折り上げます。そしてこの折り上げた角を一度ここを開いてこの三角形を内側に入れてこのように折り直しておきます。次は今ここに入っている横の折り筋で下の部分を上に折り上げます。このように折り上げたらここの縁と下の縁が合うように上を下に折り下げます。ここまで折れたら裏返します。そして次はちょうどここの角、ここの角とこの段々に折れているこの上の角、ここを結ぶこのような線でここの角を内側に折ります。ここもだいたい90度に折れると思います。こちらも同じようにこの角と上の段々に折れているこの角の位置、
こう結ぶ線で角を上に折り上げます。折り筋をしっかりつけたら開きます。裏返します。そして次は外側の縁を中心に向けて折りますが、一度この段々に折ってある部分を軽く開くと、今つけた折り筋がここに斜めに入っていて、ちょうどこの斜めの折り筋の角がここになります。この角のところでこのようなまっすぐの線になりますが、外側の縁を内側に、ちょうどこの折り筋の角のところからこのように内側に折り込みます。ちょうど縁が中心の折り筋に合うと思います。このように折ったら、そのまま自然に折り筋通りにこのように折りたたむことができます。こちらも同じように、ここの角のところを目安に外側の縁を内側に折り込んで、ちょうど縁が中心の折り筋に合う感じで折ったら、そのままここは折り筋通りにこのように折りたたみます。この形で完成にさせてもいいと思います。角の部分をもう少し尖らせておきたいと思います。ここの上の横の縁をそれぞれ中心に合わせて、このように剣の刃の先が尖るように折っておきます。これを表に返すと、これで剣の完成です。この部分が少し浮くのが気になる場合は、ここはのり付けしておくといいと思います。のりでこのちょっと浮く部分を貼っておきます。のり付けしなくても大丈夫です。はい、これで剣完成しました。折り紙1枚あれば手軽に作ることができる剣です。ぜひいろいろな色でこの剣作ってみてください。この剣かっこいいな、作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のいいねボタン押していってくださいね。作ったよという報告もぜひコメント欄に書いてください。待ってます。